こんにちは、かおみきでーす。私、先日結婚式を挙げました。というわけで今日は花嫁メイクやっていこうかなと思います。結婚式当日ね、セルフメイクにしたんですよ。自分でメイクして、で、友達にヘアメイクをお願いしたので、ヘアは友達にやってもらい、メイク自分でやった後、ちょっと写真撮るときにチーク足してもらうとか、そういうお手伝いをしてもらったんで、当日どんな感じにメイクしたかっていうのをね、今日は紹介していこうかなと思います。で、当日は自分でメイクしつつヘアをやってもらいつつっていう状態だったんで、着替え気をつけました。中はカップ付きのキャミソール着て、で、上はこれじゃないんですけど、前が開くタイプの服、髪の毛にこう影響を与えないような服を着ていきました。カップ付きのキャミソールを着たのは、ちゃんとしたブラとかだとブラ紐の跡とかそういうのがねついちゃうかもしれないので、そういう跡がつかない服っていうのをね選びました。で、結婚式場に着いて、まずはねスキンケアをしてったんですけど、挙式が5時からっていうね、夕方からスタートの回だったので、割とねのんびり準備できたんですよ。式場着いてお昼ご飯食べて、ちょっとのんびりしてからメイクみたいな感じだったんで、当日は家から日焼け止めだけ塗ってって、ご飯食べてすごいして、で、会場着いたらまず荷物をわーってしなきゃいけなかったので、荷物整理する前にまずメイクを落として、で、パックをしました。ルルルの金木犀をねして、それをつけたまま荷物整理をして、そこからメイクスタートっていう感じにしました。ちょっと今日はパックはしないで、化粧水と乳液だけしてね、こうかなと思うんですけど、実際はパックした後に乳液をしてメイクスタートでした。で、なんでメイク自分でしようかなーってなったかっていうと、なるべくいつも通りの自分の顔で行きたかったっていうのが強いですね。メイクさんに頼んで、もちろん素敵にしてもらえる可能性の方がめちゃくちゃ高いんですけど、素敵だけどちょっといつもと違う顔とかになるじゃないですか、違う人がメイクすると。ってよりはもういつも通りの自分がいいなということで、自分ですることにしました。乳液塗っていきます。というわけで、結婚式のもう1ヶ月ぐらい前から毎日がメイクリハみたいな感じでしたね。下地とかファンデーションとかどの組み合わせでいこうかなとか、アイシャドウの色をどれにしようかなとか、もう毎日毎日考えてメイクしてました。私は結構これが楽しかったんだけど、こういうのがストレスになっちゃうって方はやっぱり頼んだ方がいいかなと思います。はい、というわけでしっかり保湿をしてメイクスタートです。キュレルのリップケアクリーム、肌だけじゃなくて唇もしっかり保湿してね、皮むけとかがないようにしておきます。エッテセフェイスエディション for オイリースキン。私は結構鼻周りがテカりやすくて、普段からねこれほんとよく使ってるんですけど、ピンクの下地、これを鼻周り、顎下、この辺とかちょっとテカりやすいなーとか、毛穴が気になりがちだなーってところを中心に塗っていきます。普段だとここでね日焼け止めをしっかり塗ったりとかするんですけど、挙式がもうね日が落ちてからで、で、その前も写真撮ったりリハあったりしたんですけど、まあそんなに外に出ないなということで日焼け止めは省きました。あんまり厚塗りにしたくないなと思って。ちなみにガーデン挙式だったので外だったんですけど、もう真っ暗でしたね。続いてリムビューティーキープコンフィデンスプライマー、これをこれ頬のとこ、この辺に広く塗ります。これ塗るとなんか肌がスッスッスッってすごい滑らかになるんですよ。で、私の場合鼻はねちょっとこれだけの方が調子良かったので、これはねこう広いところを滑らかにする感じで塗ります。結構この辺の毛穴とかもね気になるんですけど、これで滑らかに整えます。とおでことかそういう広いところもやっておきます。リムビューティーマイコンフィデンススキンモイスチャーライジングプライマーのパール、もうこれ大好きで、休日とかだとねファンデなしでこれだけで済ませてお出かけすることも多いです。すごいみずみずしいプライマー、すごいねこれ肌が輝くんですよね。上品にみずみずしいね、こう膜を張ってるような肌にしてくれる。これを全体的に塗りました。もうめちゃくちゃみずみずしくって、なんだろう、スキンケアの続きみたいな感じです。デコも全部塗っていきます。ほらもうなんか顔びっしゃびしゃみたいな感じでしょ。でスポンジで馴染ませます。結構この小鼻の脇のところと
かね、細かく慎重にやっていきます。やっぱ結婚式なんで結構普段より丁寧にやりましたね。エトボスのミネラルコンシーラーパレットピンクベージュです。当日運よく肌トラブルなくね迎えることができまして、そんなにここ直すみたいなのはなかったんですけど、まず一番上の明るい色、こちらを口角のとこ、ここが暗いとちょっとくすんで見えちゃったり、唇の輪郭がぼやけるので明るい色を入れてあげて、こう上がってる感じに見せていきます。後でリップ塗るときにしっかりここは整えます。スポンジでなじませて、このちょっとピンクっぽい色、これは目の下そんなひどくなかったけど、やっぱ若干この辺クマっぽいというかくすんでるので、普段は割とサボっちゃうけどやっぱ結婚式なんでね、しっかりメイクしようと思ってこの辺を綺麗に整えていきました。あんまり広げすぎないようにこの場でトン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 なじませていきます。あと鼻の脇の赤みもちょっと気になったので、この辺ちょいと混ぜてあげつつ隠していきます。こんな感じでね、普段割とサボりがちなコンシーラーもしっかりやっていきました。ビュービューティーエフェクトライクフィニッシュクッションファンデーション18番。そう、そんなわけで結構ビムビューティー頼りのベースメイクだったんですね。でこれ結構明るいんですよ。明るいので全体にね塗っちゃうとちょっと顔が白浮きするなと思ったので、この辺、ここの三角ゾーン、ここと鼻とおでこの中心、あんま全体っていうよりは顔の中心部分に塗っていく感じ。鼻の下と顎周り、口周り、この正面でパッと目に入るところを中心を塗って、まぶたとかもちょっと薄くね整える感じで塗って、でスポンジでこう外に慣らすようにしました。そうするとこの辺明るくてこの辺暗いんで、勝手にシェーディングというかね影ができてくれるので、あの変にシェーディング入れないでいいというか、自然な感じで影が欲しかったので、今回がっつりシェーディング入れるっていうことはせずにこのぐらいにしました。あと結婚式の3日ぐらい前にね顔剃り行ったんですけど、これが本当やってよかった。昔1回やったことがあって、その時に赤ちゃんみたいな肌にねなるからすごいびっくりしたんですよ。でやっぱ結婚式前にやる方っていうのが多いみたいで、あ、私もじゃあ久しぶりにやろうかなって思って、なんだっけ、ホットペッパーで探したの、ヒロ銀座だったかな、そこ行って顔とあと眉毛は もともと形ができてたんでそんないじんなかったんですけど、眉毛もやってくれるみたいで、あとはこの襟足を綺麗にする、私ショートヘアでこの辺とかめっちゃ見えるのでこの辺のいらない毛を取ってもらったり、あとドレスが背中もドレスでそんな見えるわけじゃないんですけど、でも首からの流れでね背中もちょっと綺麗にしときたいなっていうことで、背中3分の1上3分の1やってくれるやつをやりました。うん、ほんとやってよかった。肌がやっぱ薄い毛で普段はさこうまとわれてるわけだから、暗い影がこう落ちてる状態になるんですけど、それが全部なくなるので全体的にトーンアップして、肌もなんかチュルーンってしてめちゃくちゃ気持ちよかった。こうずっと自分の肌触ってたいみたいな感じになったので結構おすすめです。もしやりたいよって方はいきなり本番じゃなくって一回結婚式の1ヶ月ぐらい前とかにお試しでやってみて、で肌荒れとかしなければ本番直前にもやるみたいな風にちょっと一回お試し入れた方がいいと思います。人によっては肌が赤くなっちゃったり荒れちゃったりするみたいなんで、はい、というわけでツヤンツヤンの肌になりました。でちょっと一旦水チークっていうの、ネイチークっていうの、でもこれニューヨーク行った時に買ったやつだからさちょっとわかんないんだけど、これを仕込みます。こういう感じでちょっと水っぽい感じのチークです。後からパウダーもやるんですけど、一旦ちょっとここで仕込み、これめちゃくちゃ発色いいんで、ほんとこのちょんちょんだけでいい。すごいね、色は可愛いんだよ、これだけでこんな広がるすごい広がるの。ちょっとこれを仕込んどきます。ここまでしてパウダーしました。エトボスのミネラルリフレクティングスキンパウダールーセントエクリュ、これね、ここがメッシュになってるんですよ。で付属のパフは使わないで、こう持ってる大きいねパウダー用のブラシにこうわーっと取って、ちょっとこう磨き上げるような感じで全体に一
回ね、つけます。薄く薄くつけていく感じです。続いてハイライト、 e アイドルのワンモアペンシル R スポットハイライトのアイボリー4番です。アイボリーなんでめっちゃ肌なじみいいんですよね。イエベさんなじみやすいと思う。これをリップの上こういうのせると唇がこうツンとチュルンとなるのでよくのせるんですけど、これペンシルなんでこうピンポイントでしっかりのせやすい。ここにも入れて本当にちっちゃくちっちゃく入れて、これも使いました。アンドビーのルミナイジングパウダーヌードグロウ、これも普段からよく使ってる大好きなハイライトなんですけど、これは鼻のここと、普段はあんまりなんですけど、ほんのに本当にうっすらシュッと鼻筋この辺にも少し入れときます。付属の大きいブラシで本当に軽くおでこ入れました。あとこれはドレス着た後に、私のドレスちょっとこの辺が見える形だったので、ここ鎖骨の上のところにも塗りました。ちょっと今やっちゃうけど、これやるとすごい鎖骨のところが切り出てね、鎖骨美人になります。フジコデコシャドウ1番エブリバディブラウン、これを前髪こうね分けて下ろしてこの辺巻いてみたいな感じで、まあ、隠れるは隠れるんですけど、このここに入れました。ちょっと動いてさ、透けた時なんかにもね、少しでも小顔効果を得たいなということで、あ、説明してなかったね。これは開けるとここにシャドウが入ってるので、パカッと取ってスポンジでぐるぐるってやって、でここにのせる。別に下ろしてるから見えないは見えないんだけど、でも影ができるから小顔効果で、私のこのさ結構明るい髪色にも馴染むのかって話なんですけど、意外と馴染むんですよね。今ちょっともうプリンになっちゃっていいから確実に馴染むんですけど、ほんと結婚式当日はまだねプリンもなくて綺麗な状態だったけど、でも全然馴染みます。で顔のこのラインをこっち見たらわかるかな、本当だとこう結構ガタガタしてるんですけど、ここを丸く整えてあげることでちょっと女性っぽいラインになっていきます。で普段は入れないんですけど、ちょっとちょっとだけ影も入れるんです入れました。ルナスのスタイリングアイゾンパレットのこの真ん中の色、これをブラシに取って、やったかやんないか自分では分かんないぐらいやりすぎちゃうの怖いんで、本当にシャッシャシャッシャついたみたいなそんぐらいやりました。アイメイクいきます。サナエクセルフィットアイベース、これ指に取るとすごいトローンってなってで、すごく伸ばしやすいです。普段は最近こういうの塗るのサボってたんですけど、やっぱ塗ってあげるとしっかりアイシャドウも発色してくれるし、まぶたに乗っててくれるので、やっぱ崩れたくない大事な日にはこういうのやんなきゃなと思って塗りました。でアイシャドウをのせてくんですけど、ブーケがお花がこんな感じ、ちょっとこれいろんなとこに飾ってたらみんな混ざっちゃってるからあれなんですけど、まあ、オレンジとサーモンピンクをメインにした感じのブーケだったんですね。でブーケはこういう感じで指示書も出してて、自分の頭の中でだいたいこういう色っていうのはね見えてたので、結婚式の1ヶ月ぐらい前からも毎日毎日アイシャドウとか一回でね試しました。でカチッこういう風にとは決まんなかったんですよ。当日まで正直決まんなくて、でもこの辺使いたいなっていうのは決まってたんで、それを持ってって、で当日ちょうどメイクする直前に式場にお花屋さんも来て当日のブーケを見せてもらえたので、あ、オッケーオッケー、イメージ通り、じゃあこれでいこうみたいな感じでメイクをしました。まず使ったのがビリミューインザミラーアイパレット4番イノセントピーチのこのピンク、普段だと指でガツガツ塗っていくことが多いんですけど、ちょっとねちゃんとブラシでやりましたね今回は。こちらのブーケに入ってるねピンクのお花に近いようなピンク、これを目の中心半分くらいからこう伸ばしていく感じで塗っていきます。この目尻側はねオレンジ系を入れようと思って、その方はピンク広めに入れていきます。
目尻側にのせるオレンジはこちら、エトボスのミネラルクラッシーシャドウブリックオレンジ、こういうオレンジですね。結婚式のドレスコードをワンポイントオレンジにしたので、私も靴だったりね、ブーケだったり、いろんなところにオレンジを散りばめてまして、アイメイクにもオレンジを使っていきました。これを目尻の方に塗っていきます。結構発色がいいので、ブラシで優しく優しくつけていきました。目尻に置いて内側にポンポンと伸ばしていく感じで、こういう細いブラシも使って目尻に入れていきます。目尻の方はこうつなげる感じで入れて、この黒目の下とか目頭側は本当に細く、太くするとちょっとホップって感じになるので、細く細く入れていきます。こんな感じでピンクとオレンジ乗せたら、ちょっとこの辺ブラシでこうサササーっとなじませてあげます。ピンクとオレンジのグラデーション、このパレットのこのねキラキラがすっごい可愛いんですよ。手に乗せるとこんな感じ、可愛くない？これがすごい可愛いので、この目頭下の方、黒目の下あたりまで乗せていきました。でロム&のベターサンパレット2番マホガニーガーデンのこのピンクのキラキラ大好きなんです。すいません、蓋がもう壊れてます。これがめっちゃ可愛いの。これを黒目の上、オレンジとピンクがこう混ざり合ってるところに乗せていきました。ちょっと普段から私の動画見てくれてる方はなんとなくわかると思うんですけど、そう、割とね普段使ってるものを使いました。いろいろね買い足してみたりしたんですよ、コスメ。だけど結局普段使ってるものが出てきた自分がね気に入ってるやつを使っていくってのが一番ですね。そしてアイライナーがルミアグラス、こちらのお色です。結構しっかり濃いめの色を選びました。濃いブラウンって感じです。まずまつげの隙間埋めて、で普段の私のメイクです。もうこうピョンと跳ねる、なるべく普段通りの自分の顔がいいなと思ったのでいつも通り跳ねました。でこのアイシャドウはほら全然こすってもびくともしない、強いし泣いても全然落ちなかったです。アイライナーも毎日毎日いろいろ試して、でこれがねめちゃ強いと思ったのでね選びました。で色もちょっと暗め濃いめのブラウンにしたのは、まあブラックだとちょっと印象が強すぎるなって思うのでブラウンでね選んでたんですけど、でも淡いブラウンだとちょっと顔がボケちゃう。普通に遊びに行く時とかだったらいいんだけど、結婚式ってもうめっちゃ写真を撮られるじゃないですか。しかもフラッシュたくし、夜の結婚式なんで明かりもちょっとぼやってしてるかなっていうのがあったので、目元ははっきりさせようと思って、はっきりした色で落ちにくいこちらを選びました。これ本当に良かった、おすすめです。で私の大好きな目尻のピョイント白ラインも入れました。結婚式にどうなんだろうって思ったけど、やっぱ自分の好きなメイクということで、3650のリキッドアイライナーホワイト、これがピュッと入るだけでね可愛いんですよね。絵を目尻にヒュッ、ちょっと華やかになるんだよこれやるだけで。でマスカラはもう落ちないといえばこれ、キスミヒロインメイクロングアップマスカラスーパーウォータープルーフ、これちょっと赤みのあるブラウンのマスカラです。もうね泣いても絶対落ちないといえばこれっていう私の中のもう絶対的安心と信頼でこの子を選んだんですよ。色もねちょっと暗めのしっかりしたブラウンで、まつげしっかり一本一本際立ててくれるしね、いいなと思ったんですよ。思ったんですが落ちました落ちたんですよ。上のまつげは大丈夫だったんだけど、下まつげがねもう泣いた後なくなってた、あれって思った。これ落ちないはずなのに、すごい信頼してるのにないんだけどと思ったんだけど、でも落ち方が綺麗でしたね。泣いてなんかそのままねどっかに消え去ってたの。落ち方が汚いとさ、こうにじんでこの辺が黒くパンダになるみたいな感じじゃないですか。だけどそういうのが一切なくて、ほんとどっかに消えたの、飛んでたのっていう感じ。まあ落ちはしちゃったんだけど綺麗に落ちてくれたからいいやって思いました。あと結婚式前やってよかったのが、まあ普段もやってるんですけど、まつげパーマですかね。まあ、当日泣いちゃったりとかでさ、
まつげの調子が悪くなる可能性がまあ高い高いわけですよ。だけどね、まつげパーマしとけば常に上向きでいてくれるので、もうこれは絶対ですね。メイク時間もね、時短になるのですごくおすすめです。で、眉毛がこちら、フジコの美眉アレンジャー101番モカブラウン。上がコンパスみたいにこう開くんですけど、こっちがアイブロウ、めちゃめちゃ描きやすいアイブロウと、反対側がコンシーラーになってます。これがすごい便利です。で、私使うときはまずアイブロウで、結構もう眉アートが薄くなっちゃってほぼいないんで、これでしっかり描いていきます。すごい描きやすいの、しっかり発色もしてくれてすごい描きやすいんです。これでコンシーラーはちょっと後で使うとして、一旦眉マスカラ、フジコのマジカルアイブロウカラー5番、アプリコットベージュ、こちらのお色を塗ります。もうこれ大好きでストック買いしてるんですけど、ほら全然違うよね。急にね、眉毛がパッと明るくなって、すごい華やかな顔になるんですよ。これのもうちょっとベージュっぽい色もあって、そっち使うか悩んだんですけど、このアプリコットの方がね、顔が華やかに見えるので、今回はこちらを選びました。で、眉マスカラをやってからさっきのコンシーラー使います。眉マスカラがちょっとね、周りについちゃったり私よくしちゃうので、終わってからの方がね、整えやすい。眉毛の輪郭をこのコンシーラーでなぞって、しっかり出してあげるって感じですね。さっき顔剃りの話したんですけど、眉毛の上の毛とかね、普段だとね、こう毎日剃らないとちょっとちょこちょこ生えてくる感じだったんですけど、顔剃りするとやっぱ深くまでしっかり剃ってくれるんで、結婚式の3日ぐらい前に剃ったんだけど、当日もね、全然この辺気にすることなく、チクチクなくね、ツルツルでいてくれたので、この辺りに関して本当に顔剃りやってよかったなって思いました。自分でね、お家用のね、簡単なカミソリとかでやってもやっぱね、少しチクチク感が残るんでね、ほんとこの辺よかった。こんな感じでコンシーラーで輪郭取って、ずっと指でなじませていくっていうのと、眉毛がね、すごい綺麗に見えます。リップいきます。リップまずは e アイドルのワンモアペンシル R 2番のリップシェイプベージュ。まずはこれでリップの輪郭を綺麗に取ります。普段はこんな細かいことしませんなんですけど、結婚式はちょっと丁寧にね、メイクしていきたいなーということで、そんな正直食べたり飲んだりする暇はないと分かってたんですけど、なんか落ちにくいようにしときたいなーと思いやりました。あと結構この辺ほら、コンシーラー塗ったりとかして輪郭がぼやーってしてるので、一回輪郭を綺麗に整えたいなと思ってやりました。で、この上から選んだリップがこちら、フジコのプランピーリップ3番カンビ。このちょっと落ち着いた色を選びましたね。リップもすごいいろいろ買ってたんですよ。いろんなオレンジを買ってた。だけどやっぱアイメイクもオレンジで、チークもねちょっとオレンジっぽくなるとまた足すんですけど、なんか濃い色になると濃いなと思って、ちょっとリップは控えめにしました。すごいこの色好きなんだよね、かわいい。普段からよくつけてる色です。お色直しの後は逆にすごいパキッとした赤いリップだったんで、ちょっと前半のウェディングドレスの時はこういう落ち着いた色でメイクに差を出していきたいなっていうのもありました。しっかりと二度塗りしていきます。そしてチークがクリニークのクリスマスコフレ、チークポップパレット24の3番のコーラルポップ。アイメイクしっかり入ってるし、あともともとベースにちょっとチークを入れてるので、これはもうあれでした、写真撮る直前とかにヘアメイクさんにもこれで微調整してもらうような感じでつけてました。あとね、1個ね、これは当日になんなきゃ分かんなかったんだけど、メイクする控え室の照明がめちゃくちゃ見づらく
かったのね。運がいいことに控え室からちょっと出ればすぐ自然光の光を見れるっていう感じの式場だったので、少しメイクしてはちょっと自然光を浴びに行ってメイクチェックするみたいなことをしながらメイクできたんですけど、そうじゃないとこだと結構厳しいなと思いました。で、まあチークの濃さはちょっと写真撮影とかその場に応じて調節してもらいの、あのね、これがめっちゃ良かった。このゴールドのフェイスカラーですね。チークポップハイライターゴールドセレブレーションポップっていうね、すごい可愛いの。これがこれをブラシにとって、ちょっとここで伝わるかな、キラキラってするんですよ。わかる？わかるかな？キラキラがすっごい可愛くて、これをもともとハイライトちょっと入れてるけど、さらにここにシャッシャッってツヤン、このツヤが、もう私はこれを使った瞬間絶対結婚式で使おうって思って、もうワクワクしてました。ツヤ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 ーン。はい、こんな感じになりまして、最後仕上げにこちらビムビューティーのキープコンフィデンスミストっていうミスト状の化粧水、これをパーってかけることでメイク崩れがしにくくなるってやつで、これをパパパッとかけました。ちょっと乾かすんですけど、メイク直しね、当日全然しないでいけました。あのマスカラは落ちちゃったし、リップも塗り直しはしたんですけど、この肌を直すってことをその日1日しないで過ごせたの。ベースメイクはもう1日崩れず、かなりいい感じに過ごせたなと思います。あとね、持っててよかったなと思ったのがこれです。シーザーマジックトーンアップクリームっていうので、韓国のやつ、塗ると肌がねトーンアップして綺麗に見えるよっていうクリームなんですけど、顔はねしっかりメイクするからいいんですけど、手ほら全然色が違うでしょ。私もともと体すごい日焼けしやすくって、普段から顔と体色ちげえすぎだろうってなるんですけど、ちょっと結婚式の日はそれを避けたいなと。よくこうやってね指輪見せるシーンがあったりとかするじゃないですか。で、長袖ですけど、こんぐらいの袖丈なんで、こっから先めっちゃ見えるんですよ。だからこっちも綺麗に見せたいなというので、このクリームを持ってったんですね。今こっちの腕だけ塗ってみたんですけど、ほら違うでしょ、めちゃくちゃ綺麗でしょ。もうこれがあって本当に良かった。というわけでメイクの最後はね、これを腕に塗るというところまでしっかりやっていきました。で、さらに持ってって良かったなと思ったのがミモザネイルオイル。これは後ろをここカチカチっとすると先の筆のとこからオイルが出てくるんですけど、これをねネイルのところに塗りまして、この辺も結構乾燥してさ、カサカサってしてきちゃったりしがちなところで、やっぱ手元の写真も撮るじゃないですか。絶対綺麗に見せたいと思って持ってったんですけど、もう大正解でした。これで馴染ませてあげる。あ、ちなみにネイルもめちゃくちゃ可愛くしてもらったんです。久々にネイルしてすごい嬉しかった。ウェディングドレスのね雰囲気と合わせて、はい、ちょっとアイボリーっぽい白っぽい感じにゴールドをちょこちょこ足してもらいました。ドレスコードがワンポイントオレンジだったので、最初オレンジ系のネイルにしようと思ったんですけど、オレンジ系のネイルってまあ普段やってるなと思って、でネイルいろいろ調べてて、あ、白っぽいネイルって私の人生でなんかやることなさそうと思ったので、せっかくウェディングだし、そういう白っぽい感じのネイルをね記念にやろうと思ってこういう感じにしました。で、ゴールドを入れたのは全部白だとね、お色直しの後の衣装にちょっと合わないかなと思って、そっちにも合うようにゴールドを足しました。まあもともとゴールド好きっていうのもあったんですけどね。はい、というわけでこんな感じが私のお支度でした。せっかくなんで最後着るか、クリーニング出す前に記念に最後着ようっと。はい、というわけでドレスを着てみるとこんな感じでした。メイクはやっぱブーケとのね雰囲気を合わせたいなーといった感じのアイシャドウの選び方だったりっていうのを意識しました。あとはもうとにかく崩れないことですね。はい、ちょっとお花がねもう一週間ぐらい経って少し弱ってきたんですけど、綺麗なうちに撮影できてよかったです。で、また別の動画でもねドレスのこととかはお話しする予定なんですけれども、
あのつけてるピアスはこれもね購入したやつで、デザイン6だっけな、そちらで購入しました。クラゲみたいでかわいい。これは披露宴の時つけたんですけど、写真撮影とか挙式の時とかはレンタルしたピアスをいろいろどっかへ引っかえつけて、もうピアス大好きなんでピアスで楽しみました。髪の毛もショートにしたのでね、一応飾りもつけたけど、まあいろいろコテコテつけるっていうよりは髪はさらっとシンプルにしてピアスで遊ぶっていう感じにしました。というわけで今回は私の結婚式の日の花嫁セルフメイクを紹介していきました。これから結婚式だったりパーティーだったりでねセルフでメイクするよっていう方、何か参考になれば嬉しいなと思います。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。